ここまでスレンダーになるなんて、パーヒュームあちゃん美スタイル炸裂のタイトスカート姿にファンため息。パーヒュームのあちゃんこと西脇あやか34が19日までにインスタグラムを更新。鉄腕アトムの妹ウランちゃんを真似たヘアスタイルで登場した。この日、あちゃんはパールホルターネックと綴り。 コメントの通り素材がパールのホルターネックをアウターのように身につけた様子を披露。ウエストのリボンがキュートなサイドに大胆なスリットが入った黒のタイトスカートに上品な感じのストライプが入ったブラウスを合わせたチャン。そこに動きのあるパールが加わえ華やかなコーデへと様変わりさせている。そんなチャンにファンからはここまでスレンダーになるなんて どんどん綺麗になっていきますよね。めっちゃ可愛い,い、あかん。角可愛い,い。めちゃめちゃ似合ってる。くるくる可愛い,い。可愛いい衣装に可愛い,い髪型痩せてて本当可愛い,い。髪型めっちゃ可愛い,いです。動くパールが素敵。角ヘアスタイルも可愛い,い。マジ努力家。髪型めっちゃくちゃ可愛い,い。などの声が寄せられた。 ちゃんの激痩せに一部では心配する声が上がっているものの投稿されるショットはどれも華やかで美しいの一言だ。年の瀬の NHK 第74回 NHK 紅白歌合戦にはなんと16回目の出場を果たすパーヒューム。心待ちにするファンは少なくない。体調管理に気をつけて最高のステージを見せてほしい。